リシャール一世は、ノルマンディー公、ムコア公と言われる。3イコール簡単のデュドンは、リシャール一世より、ノルマンディー公の歴史を書くよう依頼され、その中で、デュドンは、リシャール一世のことをドクスと呼んでいるが、この後は、リシャールの戦場における強い指導力を表しており、公爵という地位を表したものではないかもしれないとも、考えられている。リシャールは、ノルマンディーに、 封建性を導入、もしくは拡大させ、知性の終わりには有力な地主たちは、報道として、それぞれの領土を保持することになった。リシャールは、ノルマンディのプリンケップスであった、ギヨーム一世と、スプロタとの間に生まれた。母スプロタはブルトン人で、戦争の時に捕らえられた後、ギヨーム一世の側室となった。また、リシャールは、ドロ,ロの孫にあたる。 942年12月17日に父ギオームが暗殺された時、リシャールは10歳ほどであった。ギオームはこの息子の誕生をリオフとの戦いとバイキングの反乱の後に聞かされたが、息子の存在はギオームが息子に会う、数年後まで被された。ギオームとリシャールが初の対面を果たし、後継者として公表した後、ギオームはリシャールをバイユーに送り、 リシャールはそこで育てられることになった。ギオームが暗殺された後、母スプロタは裕福な製粉業者であったエスパーレンと結婚し、二人の間にはラウルド・イブディが生まれた。942年の父、ギオームの死後、西フランク王ルイ4世は、ノルマンディ公領を占領した。ルイ4世はリシャールを、父、ギオームの居城に呼び寄せ、ポンティ・ユーハクの管理下に置いた。 ルイオンセイは工業を分割し、下もノルマンディを遊具大公に与えた。ルイオンセイはその後リシャールを乱の独房に監禁状態にしておいたが、リシャールはオスモンド・サントル・ビル、ベルナールド・サンリス、祖父、ロロの友人、イボド・ベレスム及びベルナール・ルダノアの助けで独房から逃げ出した。946年、リシャールは遊具大公に従うことに同意した。 14歳の時、リシャールは、フランス国内のノルマン人及びバイキングの族長らと同盟し、ルイ四世の軍をルーアンから追い出し、947年までには、ノルマンディを取り戻すことができた。962年、ブロアハクティボー一世は、リシャールの拠点であるルーアンに侵攻しようとした。しかし、即座に、リシャールの指揮のもとノルマン人により、軍が送られ、セーヌ川を渡る前に、 ブロワ軍を撤退させた。西フランク王、ロテールは、リシャールの報復が西、フランクの大部分を揺るがすことになると恐れ、両者のさらなる争いを避けるために介入した。その後、996年の死去まで、リシャールはノルマンディの統治に集中し、フランス国内の政治や争いにはほとんど参加しなかった。ノルマンディ領を拡大させる代わりに、 国内の安定化とノルマン人同士のつながりを再び強めることに努め、ノルマンディー公国を西フランクで最もまとまりのある強大な国に成長させた。リシャールは同盟を強めるために婚姻政策を行った。リシャール自身は遊具大公の娘エマと結婚し、カペー家とのつながりを深めた。再婚の相手であるグンノールはコタンタン半島の敵対するバイキングの出であり、 結婚を通してこの一族とも同盟を結んだ。また、グンノールの姉妹を通して、ノルマンディ以降の忠実な家臣団が形成された。娘たちの結婚は、イングランド王家及び近隣の領主たちとの同盟をもたらした。リシャールは教会に土地を返還し、大衆動員をノルマンディ領内で保護することにより、教会とも良好な関係も築いた。 リシャールの統治下のノルマンディは平和と安定の時代であったと言える。リシャールはフェカンで996年11月20日に病死した。960年にパリ博遊具とザクセン公女ヘイトビヒトの娘エマと結婚した。二人が幼い頃に婚約が決められた。エマは968年3月19日以降に死去し、怖いなかった。 トリニーのロベールによると、エマの死後間もなく、リシャールは狩りに行き、森林管理官の家に立ち寄った。そこでリシャールは、森林管理官の妻、センフリーダに惹かれたが、彼女は低粛な女性であったため、自らの未婚の妹グンノールを代わりに進めたという。グンノールは、リシャールの目かけとなり、一族は出世した。グンノールの2位エレファストとクレポンは、 異端裁判に巻き込まれた可能性がある。グンノールは、リシャール同様、バイキングを先祖に持つ、デーン人の子孫であった。リシャールは、最終的には二人の間にできた子供たちを着室と、するためグンノールと結婚した。また、以下の諸子が知られている。以下は、リシャールの子女の可能性がある。ありがとうございます。